皆さん、こんにちは。あなたはボディタッチをしてくる女性をどう思いますか？単純に嬉しいと感じる人もいれば、裏がありそうで怖いという人もいるかもしれませんね。女性が何を狙ってボディタッチをしてくるのかは人それぞれ違いますが、実はタッチする場所によってその意図を読み取ることができるんです。また女性がどの部位をどんな雰囲気で触ってくるかによっても変わってきますよ。気になる人にボディタッチをされたことがある方は、その時のことを思い出しながら聞いてみても面白いと思いますよ。では今日も私と一緒に勉強していきましょう。1. 頭を触ってくる女性は、あなたのことを可愛いと思っている可能性が高いです。つまり母性本能が強く働いているような状況なんですね。母性本能が働いている状態は恋愛に進展する可能性ももちろんありますが、可愛がるだけで終わる場合も多いです。実際男性ってワックスなどをつけてヘアセットをしっかりしている時が多いですよね。なので一般的にはなかなか女性は頭に触ろうとはしないんです。ただお風呂上がりや自然な状態なら好きな人に対しては触りたいと思う人は多いですよ。くしゃくしゃっとしてあげたい感覚が生まれるんですよね。この場合も異性として意識しているからイチャつく前提として触ってくるパターンもありますが、ペットみたいに可愛がる感覚で触っているパターンもあるので、一概に脈ありは判断できません。実際に私の周りの女性数名にも聞いてみましたが、みんななかなか異性として意識している男性の頭ってわざわざ触らないみたいです。だからもし触られる場合は、ほとんどがとっても好きだけど恋愛対象ではないという感覚になりそうですね。2. 肩は比較的気軽に触れる女性が多いんですよね。例えばお疲れとか頑張ろうといった雰囲気でポンと触ってきたり、ふざけて肩もみをしてきたりする人はいますよね。この軽い感じだと完全に深い意味はないです。ただ二人きりでいい雰囲気の時に撫でるように触ってきたり、頭をポンと肩に乗せてくる場合は明らかに脈ありです。むしろそれをしておいて脈ありなわけないよなんて言ってくるならびっくりしてもおかしくありません。少し悪意さえ感じるかも。確かにあなたを騙そうと触ってくる女性もいるかもしれないし、完全に天然な女性もいるかもしれません。そんな少数派の存在を想定して少しは警戒しておいた方がいいかもしれませんね。一般的に女性が肩を優しく撫でてきたり、隣で頭をポンと乗せてくる場合は相手をその気にさせるつもりがあるし、そう思われてもいいと思っているはずです。つまり好意があると受け取ってもおかしくありませんよ。3. 腕女性は男性の腕が大好きです。血管が浮き出ている感じが好きな人もいるし、筋肉の筋がくっきりしているのが好きな人もいます。もちろんプニプニしているのが好きな女性だっていますよ。このように好きだから本当は触りたいと思って見ていることが多い腕ですが、実際に触るとなると簡単ではありません。腕を触ってくる女性のほとんどは好奇心で筋肉触ってみたいと言いながら触ってくるパターンでしょう。こんな軽い感じで言ってくるだけだと脈ありを断定することは難しいですが、もし腕の内側まで手を伸ばしてくる場合はちょっと答えは変わってきます。腕でも足でもそうですが、内側って絶対に簡単に触れる場所じゃないし、むしろ恋人同士じゃないなら絶対に触らないですよね。内側を触る状況って相手をドキドキさせたい時や興奮させたい時だし、触られた側だって敏感な内側を触られると確実に興奮しちゃいますよね。あなたの腕に手を絡めてきて内側にまで触ってくる場合は、体の関係を求めている、もしくは好きだから積極的に脈ありを伝えたい、好きだからくっつきたいと思っている可能性が高いです。ただ本当に好きすぎると控えめな女性は堂々と触れないのが普通です。付き合ったら触るかもしれないけど、付き合う前はなかなか触れないって思っています。女性の性格によっても変わるので、相手の性格や特徴を見極めましょう。4. 手って意外とみんなそんな簡単に触らないし繋がないんですよね。想像してみてほしいんですが、手をつなぐですぐにイメージできるのはどんな人たちでしょう。私は恋人同士かお母さんと子供を想像します。子供同士ならもちろんお互い好きだし信頼し合っている仲だからつなぐんですよね。親子なら子供の安心と安全のため、
そして自分のそばから離れないようにする目的でつなぐわけです。つまり普通の友達ともなかなかつながないし、会社の人とも普通はつなぎません。本来これくらい深い意味がないと手には触れないし触れられないんですよ。ここまで話したらなんとなくわかると思いますが、女性があなたの手を触ってくる場合は好意があるからか、あなたを独占したいから、もしくはつながっていると実感したいからなんですね。好意がある場合が 99% なんですよ。女性の方も男性から簡単に手をつながられたり触られたりしたら、好きな相手じゃないのに好きになりそうになります。それくらい本来簡単に触る部位じゃないし敏感な部位なんですよね。その気がなければ 99% 積極的に触ってこないのが手です。ただ本当にごくごく稀に何も気にしないで触っちゃう 1% の女性もいるのでご注意を。5. 頬。頬をツンツンされたりさらっと撫でられたりしたことはありますか？こんなことをされたことがあるあなたは、もしかしたらとても肌が綺麗でもちもちしているのではないでしょうか。綺麗なものに触りたいというのは女性の本能です。気持ちよさそうだなと思ってあなたの頬を触っているのであれば、それは特別好きな気持ちがあるわけではなく単なる好奇心だということになります。ただ一般的にほっぺに触っている男女を見たら、あなたならどう思いますか？きっと付き合っているのかなとか、仲がいいんだなって思いますよね。周囲にそう思われそうなことを堂々とやってくる女性は、少なくともあなたのことを絶対に嫌ってはいないんです。二人きりの時に触ってくるなら、周りの人には見られたくないけどあなたとは親密になりたいと思っている場合が多いし、みんながいる時に堂々と触ってくるなら、特に深い意味はないけど仲良しアピールという可能性が高いです。状況や雰囲気によって変わってくるので、最初から脈ありだと決めつけないようにしましょう。6. お腹。女性がお腹に触りたいと思うときは、腹筋に触りたいとか、プニプニしているから触りたいというような好奇心がある場合がほとんどです。触ってもいい？って聞いてから触るのがほとんどだと思いますが、本当に仲良くなると何も言わずにツンツンしてきたりもしますよね。ただやはりそこに異性としての興味があるかというと、関係ない可能性が大です。女性が触りたいと言って男性も OK してくれて、それでお互い仲良しなことを確認し合っているような感覚というのが一番正解に近いと思いますね。ただの好奇心で何も考えていないからこそお腹を触ろうとするんです。ほぼ間違いなく友達感覚だと覚えておきましょう。7. 背中。女性は背中が大きくて広い男性を男らしいと思って見ています。肩幅が広い男性は自動的に背中も広くなりますよね。肩幅が広い男性にも女性はドキドキするんですよ。その大きな体に包まれたいなんて妄想してる人も多いですよ。そんな背中ですが、意外と軽い気持ちで触れる部位なんです。ただ触り方によって意味は変わってくるんですね。パンと叩いてくる女性がいると思いますが、これは一般的には好意がない場合が多いです。でも裏返しの行為をしてしまう女性って必ずいるんですよね。つまり好きな人にあえて痛いことをしちゃう人ですね。気を引きたいとか好きな気持ちが空回りして背中を叩いてくることがあるので、これは実際はかなり分かりづらいアピールとなります。脈ありを分かりやすく伝えるつもりがあるなら、あなたが気持ちよさを感じることを意識して触ってくるはず。手のひらで優しく撫でたり、おでこをピタッとくっつけてその流れで抱きついて甘えてきたり、ただの友達でもこんなことはなかなかしませんから、背中に優しく触ってきたりくっついてくる場合は、あなたも前向きに受け入れて行動してみてもいいと思いますよ。以上、女性からのボディタッチで脈ありかどうかを判断する方法についてご紹介しました。7箇所の部位に着目して解説してきましたが、いかがでしたか？説明を聞いてしっくりくる部分とそうでない部分もあるかもしれませんが、それは当然です。どんなに一般論を解説しても、女性側も男性側もそれぞれ人によって感覚は違うので、全てが必ずぴったり当てはまるわけではありません。今回のお話は一つの参考として生かしていただき、あなたなりにあなたの恋愛に役立ててもらえれば嬉しいです。では今回の動画は以上になります。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。
最後までお付き合いいただきありがとうございました。